輸出ビジネスで稼ぐスキルがあれば、世界中どこでも暮らせます。私も世界中旅行をしながら暮らしてます。まあ、これはアメリカのナパバ,バレー、シドニー、そしてギリシャのアテネ、バリ島、まあ、現在いるのはドバイです。まあ、そんなビジネス、えー、どんなビジネスであれ、通常覚えるのに最低3年はかかります。まあ、ところが、 amazon を使えば半年で結果が出ます。やることはたったこれだけ。買い物した商品を高く買ってくれる人に売るだけ。自分で稼ぐ方法を見つける私自身が欲しかった副業サポートサービス。私もかつてはバリバリの社畜でした。いや、社畜以下、まさに奴隷でした。年間休日は数日。 毎月の給料はもらえるものの、いつ給料支払いが止まるかわからない毎日。いや、いつ給料支払いがわからないなら、まだましです。いつか給料が払えなくなるのは確実だと分かりながら働いていました。なぜなら、私は家業の手伝いをしていたからです。経理をやり、雑用して、運転手もする、ボロボロの家業の後取り息子。業種は理念サプライ。年収1億円、借入金3億円。 当然赤字です借入金の使い道は機械と理念の仕入れと運転資金この数字と中身を聞けばビジネスをしたことがある人が見れば絶望的な数字だと一目で分かりますそして当然の結果として倒産しましたその後東京に出てフリーターを経てから社畜となりました月の終日は数日勤務時間は朝8時から夜10時まで すずめの涙の営業手当がつくので残業代はゼロ。それでもらえる毎月の給与は風呂なしのアパートにしか進めない金額でした。これじゃあやってられないと転職しました。今度は月の休日は数日。年間、勤務時間は朝9時から夜9時まで。1日300本以上の電話をする電話営業。1日300本のうち60本程度はどならいたり、パリズ高音を浴びせられます。 それでもやっと風呂付きのマンションに住める給料をもらえるようになりました。そして数年が経ち、年収1000万円を超えることができました。23歳で年収1200万円。まあこれで不満があれば贅沢な気もします。しかし、満員電車が嫌だった。1000万円の価値しかないマンションを3000万円で売るのが後ろめたかった。 15年以上働いているのに独立起業しようと思った時に何をしてどう稼ぐのかわからなかった。そんな状態で稼ぎは増えたものの鎖はついたままの社畜でした。輸出ビジネスに出会ってやっと自由になりました。自由になるためには自力で稼ぐスキルが必要です。私はインターネットを使って稼ごうと決めてから実際に稼げるようになるまで大変な回り道をしました。 稼ごうと決めてから実際に収入を得るまでに3000万円以上の無駄金と3年の月日をかけています。あなたには回り道をせず最短距離で稼いでほしい。そのための輸出サポートを提供します。気軽に質問してちゃんと答えるサポートが欲しかった。先生には簡単なことでも初心者の私では正解にたどり着くまで大変だった。まあ、そんなことが多々ありました。 ところが、気軽に質問はできないというようなね、マニュアルとか塾ばかりでした。それと、稼い方を教えて欲しかった。まあ、先生が稼ぐ片手間でなく、教えることに真剣な人に、私が稼げるように指導して欲しかった。それと、戦略づくりの手伝いが欲しかった。先生や誰かの稼いだ方法でなく、私に合った稼い方を教えて欲しかった。 気軽にちゃんとして答えるサポート。これそれは前にも答えましたねとか、それぐらい調べれば簡単にわかりますよ、などという返事でなく、簡単なことでもきちんと答えてほしかったということですね。まあ、コンサルティングや塾的なもの、情報商材を買って学んだ経験から大きな不満がありました。巷にあに溢れる副業、アフィリエイト、投資のノウハウは再現性がとても低い。 頑張,り屋の頑張り屋の経験に基づく情報は怠け者の普通の人には実践できない。だいたい情報発信をするほど稼いでる人はとても頑張り屋さんが多いです。起業当時は寝ないで働くのは当たり前。わからないことは安易に人に聞かずに自分で調べる。そしてどうしてもわからないことだけを質問する。そうしないと力がつかない。先生もそうしてきたし、 先生から教えを受ける人もそうあるべきだと。まあ、こんな姿勢です。安易な質問をしようもんなら冷たく突き放されるのがオチです。そうなると、質問もできず、またほとんど質問を受け付けないために役に立つアドバイスを受けることなどできません。はっきり言ってサポートを受ける価値を見出すことができません。インターネットにつながったパソコンを使ってどう稼ぐのか、右も左もわからなかった 当時の私が会いたかったサポーター。頑張り屋じゃなくて普通の努力しかできない私でも無料せずに取り組んで稼げるビジネスモデルを教えてほしい。わ、まあ、からないことは聞けば教えてくれる。あなたが調べたことも確認のために正しいかどうか質問して実行前に確認できる。ずっとサポートを受ければ稼ぐために効率の良い最新情報が手に入る。 私がしてきた無駄な努力、無駄な苦労をしなくて済むようにアドバイスする。あなたが馬鹿げた質問、くだらない質問、甘えた質問をしても、ちゃんと回答してくれる。それなら、気軽に質問できて、ま外れな、無駄な努力をしないで済みます。稼ぐために必要な質問には、すべて答えるサポート方針なら、サポートを受ける価値絶大です。私の時給1万円以上稼ぐスキルのすべてを無理せず、 払える程度の金額で教えてもらえるわけです。戦略づくりの手伝いが欲しかった。無駄な努力と経費。私は何をすれば稼げるのか適当なアドバイスも得られずに試行錯誤しました。今のあなたが大した努力もせずに稼げる仕事を見つけてそれを突き詰めるのが成功率の高い稼ぎ方です。私はそのための戦略づくりを最優先しています。 特に強みが見当たらない。それが普通です。だから、日本に住んでいて、日本語がわかるという、日本人なら当たり前のことが稼ぎの種になる輸出ビジネスに取り組むわけです。私は初心者でも稼げるようにサポートしてきたから、10年間、物販サポートを続けることができています。Amazon がオーストラリアで Amazon プライムを開始しました。日本に住んでいるあなたに、オーストラリアアマゾン副業で、 今の本業より稼ぐことができるチャンスがやってきます。